大和川地水記念公園にある中、神米造中神米教法15年9月20日は、江戸時代初期の農民、河内国河内郡今米村の少屋、次男として生まれた。大和川の付け替え工事に奔走した人物であり、周辺の柴村の孫根三郎衛門と吉田村の山中次郎兵衛らの協力を得て、江戸幕府に大和川付け替えや、 治水計画を50年近くにわたって単眼し続け、最後は農民のみでありながら並みる爆心に混じって付け替え工事を指揮した。ジンベイの父や家族、初期に付け替え単眼に携わった関係者等の通説やジンベイの子孫による調査とでは関係者名や活動に関する記述や調査結果が異なるなど混乱が見受けられており、10代目の子孫である中9米が資料の発掘。 調査と通説の訂正に取り組んでいる。神兵衛から数えて10代目の中、旧兵6月27日、大阪市東住吉区在住。父、中慶造の死去以来、所蔵文書の研究、大和川の付け替えや、神殿開発の研究を行い、大和川付け替え250年検証事業以降の通説の見直しを提唱し、数々の著書を発行している。 川中家の資料によると、父、川中九兵衛、長兄、川中多兵次兄、川中善衛門、本人は、陽名、仁助、中止明治を創設したとされるものの、中屋に伝わる仁兵衛と着し、着死、九兵衛の自筆文章とは異なり、事実でないとしている。仁兵衛父の俗名は、九兵衛という説があるものの、その名や彼の活動を裏付ける資料が、確認されていない。 同様に、その同志とされる、柴村昭也としての、音川三郎兵衛と、曽根三郎左衛門の名も実在しない。神兵衛の父の時代の柴村の昭也としては、音川又右衛門と、長曽根三郎右衛門の名が確認できるが、三者の生存中には、大和川付け替え運動の動きは見られない。また、神兵衛の兄の名も、他兵ではなく、太郎兵衛が正しい。後年に、今兵、 村小屋として、中田平の名が見られる。これら、神兵衛の父と、その関係者については従来書においては、具体的記述がされているものの、中吉幸による調査では裏付ける、資料等は発見されていない。田尻左辺、増意所見現像法番上特使増意年表 P32、ありがとうございます。